タオルです。どうぞ。館に入ると、椿くんがタオルを持って待っていてくれた。ありがとう。どうかしました？いや、確かにでかい玄関だなぁと。これはどう考えても正面から来たら見落としようがないよな。大きな両開きの扉で、入ってすぐのこの場所は吹き抜けになっている。でっかい時計。階段の脇には古くて大きな振り子時計があった。ずいぶんガラスが曇ってるね。何分古いもので。あれ、鳴るの？元は朝8時から夜8時までの半日だけ鳴るように設定されておりましたが、今は鳴りません。なんで？音を切っちゃったの？結構すごい音がするもんで、驚くし邪魔だっていう人がいたもんですから。僕は好きだったんだけどな。あいにく音量の調節はできませんもので、鳴らすか消すしかありません。とりあえず今に戻りましょうや。皆さん心配してますぜ。そうだね。おいおい、なんだね。結局何も見つからなかったのかね。人騒がせにも程があるよ君。すみません。部屋に戻った途端、小太りのおじさんに嫌みったらしく詰め寄られた。まあまあ、マダライさん。本当に死体が転がってて大騒ぎになるよりはいいでしょう。うん、そりゃそうだな。よかったよかった。よかったじゃないだろう。君、事務所はどこだね。代表作は、芸歴は。ナグモ様でしたら、滝プロダクション所属とお聞きしておりますが。滝プロかね。まあまあ、大手じゃないか。いえ、僕、ナグモって人じゃないんですけど。何を言ってるんだね、君は。本当なんです。僕、一柳ナゴムって言います。ナグモじゃありません。一柳？本名かね？そうですけど。なんでみんな同じこと聞くんだろう。日和もさっき本名なのかって聞いてきたし。こりゃ、もしかして本当に南雲さんじゃねえのかもしれませんぜ。だからそう言ってるじゃないか。それはどういうことです？ありえないでしょう、そんなことは。え？この物語に登場人物は9名しかいないのですから。登場人物？つまりこの人は登場人物じゃねえってことでしょう。どういう意味？あら、どうかなさったの？意味がわからず混乱していると、今の扉が開いて女性が入ってきた。上品そうな綺麗な人だった。どうやら湯上がりらしく、ほんのり頬が蒸気して髪も湿っている。ああ、ミササギさん。まあ、気がつかれましたの？よかったですわ。どうも。よくもないぞ。まだわけのわからんことを言っている。は？ナグモという名に心当たりはないとおっしゃるんです。本当にないんだよ。頭を打ったせいで忘れてらっしゃるのではないかと思ったのですが。そうじゃなさそうですぜ。
だってこの人、どうも帽子屋のことすら知らねえような口ぶりでしたからね。知り合いに帽子屋なんていないよ。豆腐屋だったら実家だけど。本物の帽子売ってる方じゃありませんぜ。脚本家さんの方です。脚本って何の？映画のですよ、もちろん。脚本家？ああ、もしかして、あの、全然人前に出てこないので有名な人？そうそう、その帽子屋です。苦し紛れの猫も、お茶会は正気の沙汰じゃないも、ご覧になったことはないのですか？ああ、その変なタイトルはなんか聞いたことある気がする。その変なタイトルの映画の脚本を書いたのが帽子屋ってんです。ここ数年次々ヒット飛ばして結構話題になってる脚本家なんですがね。ああ、なんとなく思い出したよ。けどその変な脚本家さんがどうしたの？あの…そうか、君はもしかしたら南雲さんじゃないんだな。だからさっきからその話をしてんだろうが。何聞いてんだおっさん。え、椿さん、字が出てます、字が。いや失礼。どうやら本当に南雲様ではないようですね。何だったんだ今の。椿くんは罰が悪そうにメガネのズレを直しているが、それも慣れた手つきには見えなかった。こりゃ参ったな。よぼうぜ、お前さん一体こんな山奥に何しに来たんだ。何って道に迷っただけなんですけど。道に迷った？ああ、やっぱり。どうりで裏の井戸の方からなんて変なとこから来たわけですね。なんだ、迷子か。そりゃ災難だったな。笑い事じゃないだろ、君。こんな大事な時に迷子だなんて冗談じゃない。部外者に居座られちゃ迷惑だ。困る、困るよ、大変に。え、あの、困るったって、マドライさん、まさか出てけってんですかい。無茶言わねえでくださいや。この人怪我人なんですぜ。しかも頭打ってんだ。どこがだね、ピンピンしてるじゃないかね。だからってこの嵐の中に叩き出すこともねえだろうよ。倉石くん、そんなこと言って撮影に支障が出たらどう出るんだよ。どうって、そりゃこんな無関係の人間がいたら気が散るしだね。あんた、野人馬がゾロゾロいるような場所でロケしたこともねえのかい。いや、そんなことはないぞ。あの虹色の愛の架け橋のロケでは、それはもう見物客が溢れて。そうかい。だったらこんなガキの一人や二人いたって気にならんだろう。うん、いや、それは。それならええやないですか。泊まっていただきましょうよ。ええ、この雨ですもの、車でも危険でしょう。すみません、実は車の場所もよくわからなくなっちゃってて。なんだね、頼りない話だな。まあいいじゃないか、困った時はお互い様って言うし。お部屋はございますから問題はありませんでしょう。あると言っても本来は南雲くんの部屋じゃないかね。南雲くんが遅くに到着したらどうするんだね。ん？そりゃ心配ありません。怪我人を一人で寝かすわけにはいきませんからね。なんか俺の部屋、個室じゃねえみたいで、寝床もありますし、
俺の部屋でいいじゃねえですか。そうですね。日和様のお泊まりになっているお部屋でしたら問題ないかと。また他に何癖つけることあるかい？何癖とは何だね。私はただその現実的な問題を指摘していただけでだね。ああ、わかったわかった。ねえなら黙ってろ、もう。いちいち失敬な男だな、君。ほらほら、困ってるじゃねえですかい。マダライさんももういいでしょう。俺の部屋に一晩泊めるだけですし。もう、勝手にしてまい。よかったですね。うん、ありがとうございます、皆さん。仕方がない。おとなしくしていてくれてまいよ、素人くん。私は繊細なんだよ。そこの大雑把そうな男とは違ってね。繊細な奴がバスタオルとバスマット間違えるもんかね。君、あれはほんの、ちょっとさ、勘違いというか。ああ、もう、とことんそれが合わねえらしいや、あの二人は。あの、撮影って何？もしかして、ここで何か撮るの？映画の撮影ですよ。俺ら全員、帽子屋に集められた役者でしてね。役者って、あの、俳優の役者？思わず全員の顔を改めて見回してみた。まだ揉めているマダライさんとクライシさん。豪快なナスさん。似合わない執事スタイルの椿くん。地元の子らしい双子と、上品な雰囲気のミササギさん。それに日和。テレビは結構見る方なんだけど、クライシさんだけかろうじてどっかで見たような気がするってくらいで、他の人にはどうにも見覚えがなかった。帽子屋からのオファーってのが突然招待状が送られてくるっていう変な形なもんで、売れねえ役者とか無名の新人とかから選ばれることが多いんです。スケジュール空いてますんで。僕の疑問を見透かしたのか、日和が解説してくれる。俺も普段は舞台が多くて、テレビには時たま端役で顔出す程度ですしね。そうなんだ。そういえば、帽子屋の映画がデビュー作って人いたよね。第一作の主役だった人でしょ？あの人は今やすげえ売れっ子ですね。今度封切られる映画にオーディションで受かった子もそうじゃなかったっけ？愛瀬美希とかいう名前の子。そうでしたっけ？あの映画は脚本帽子屋じゃねえけど、なんか関わってんのかな？なんか大学の先輩が、美希ちゃんは帽子屋の推薦でとかなんとかって言ってたの聞いたよ。へえ、そうなんですかい。じゃあ審査の方で絡んでたのかな。あの子も今すごく人気出てきてるよね。やたらテレビでも見るし。帽子屋の映画に出たら売れるってジンクスができちまってますからね。正体不明の謎の脚本家ってことでマスコミも注目してますし、売る側も大チャンスなわけですよ。だから俺ら売れてねえ連中は帽子屋からの招待と聞いたらこんな山奥まで飛んでくるわけで。ああ、なるほど。あれ、でもなんで役者さんだけなの？撮影する人とか監督は？撮影スタッフは明日来ることになってます。帽子屋からの招待状にね、役者は一日先に入ってロケ現場に慣れとけって書いてありました。明日か。で、その帽子屋さん本人も明日来るの？
来ねえでしょうね。なんせ今までの出演者も帽子屋には会ったことねえって話ですから。出演者も？そう、だから未だに帽子屋の正体はほとんど誰も知らねえんですよ。男なのか女なのか、それ以前に一人なのかグループなのかも分かってねえらしいですぜ。妖怪みたいな人だね。忍び笑いが聞こえてぎょっとして窓際を向くと、双子のどちらかが立っていた。多分姉のしずなちゃんだと思うけど。ほんまに妖怪やったら面白いのに。そう？タヌキとか。タヌキ？お姉ちゃん、変なこと言うて驚かしたらあかんでしょ？ごめんなさいね。姉はお芝居の時やないとちーともしゃんとしてくれんのよ。お芝居の？あ、そうだ、あの声。最後に聞こえた凛とした少女の声は確かにしずなちゃんの声だった。同じ子だとはとても思えないけど。あの、お稽古はどうしましたの？今日はもう開き？ああ、どうしましょうか。仕切り直そうにも、マダライ様とクライシ様があの調子ですし。30分ほど休憩にしましょうや。ちょいと疲れましたよ。仕方ありませんね。そうしましょう。あら、そう？それじゃあお茶でも。休憩やて、お姉ちゃん。うん。休憩と聞いて、それぞれ好きなようにその場から離れていった。なんだかどっと疲れた。雨の中歩き回って、死んだ人踏んづけて、頭打って。おまけに、確かに見たはずの死体がいなくなってるし。やっぱり、夢だったのかな。そうとは思えないんだけど。